コテ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 。こんにちは、朽木ルキアです。兄さん、どうぞ。あら、兄さん。おい、イチゴ、どこを取っておるのだ。ああ。さて、今回私たち五帝十三隊はとあるイベントに参加するためにある企画を立てることになりました。今日はその一部始終を皆様にご覧いただきたいと思います。それでは VTR スタートです。ジャンプフェスタというのをご存知ですか？あー、知ってる。それ羽祭りでしょ？違います。知らないなら知らないと言ってください。ジャンプフェスタとは毎年現世で開催されるジャンプという雑誌のお祭りで、なんと平均入場者が15万人というビッグイベントなのです。そこで我々五帝十三隊がこのイベントに参加するための出展用企画を各隊考案して早急に提出してもらいます。じゃありません。では解散。ふむ、現世の祭りに各隊の出店か。はい、現世の若者たちを五帝十三隊の虜にすべく総隊長殿のお知恵を拝借できればと思っております。よろしい。ではわしが直々に茶を立てて。撤収。一番隊不参加です。じいさん、人望ねえな。やめろよ、声がでかいんだよ。一番隊特製抹茶。却下します。夜い猫型のべっ甲飴はどうだ？今時ただの飴じゃダメっすよ。なんか売りがないと。飴の中に貴様が自腹で宝石を入れろ。何言ってんすか。第一、猫型っつったって今うちの隊夜一様と関係ないじゃないです。あー、刺さってる刺さってる。マジでちょっと刺さったのかな。二番隊猫型べっ甲飴蜂蜜味。あいたたたたたた。現世に出店ですか。いいんじゃないですか。やられたら楽しそうだな。何言ってんの、あんたもやるのよ。いや、ダメですよ。僕隊長みたいに人気がないし。そうだ、何か隊長っぽいものを作って売った方がいいんじゃないですかね。例えば狐の形したお饅頭とか。あんた銀のことそういう目で見てたのね。隊長。四番隊特製滋養強壮スープ以上です。これを五帝十三屋台全体のメインメニューとします。よろしいですね。はい。死人も生き返る特製スープ、チョコのおまけ付きです。お待たせしました。これお祭りに出店すると聞いて作ってきました。メガネクッキーです。すごい。食べるのがもったいないよ。そうですね、見ているとまるで合図。よくやりましたね、日の森さん。ほんと最高よね。私が手に立つ。日の森さん、割って食べよう、メガネクッキー。やちる、ちょっとあんた。祭りへの出店か。俺としてはたい焼きがいいんだが、普通すぎるか。なんか変わった形がいいかな。私が図案を考えてやらんでもないぞ。うわあ、タチ君、びっくりした。偶然にもここに私が作ったワカメ大使というキャラクターの図案がある。ダッサー。
やめろって。なんだよ、ダセーからダセーつってんだろ。だから本当のこと言うんじゃねえよ、大声で。6番隊、わかめ大臣人形をやって。手焼きにこだわった伝統の味、心して食せ。ダメじゃ。7番隊の商品には隊長を模したキャラクターをつけたいと思うて頑張ったじゃが、ダメじゃ。どう頑張ってもわしの筆じゃ隊長の威厳と力強さが出せん。というわけで隊長、何とぞアドバイスを一発。顔の横にワンと書いてみてはどうだ。わあ、隊長。7番隊、駒村重視のポークリブ。わあ、そうだね。器を二重にして上に花散らし寿司、下に飲み物を入れて売るっていうのはどうかな。隊長にしてはやけにまともですね。どうかされました？何言ってんの、七尾ちゃん。こういうのはちゃんと作らないとモテ。モテ？いや、副隊長の七尾ちゃんの顔に泥を塗ることになっちゃうからね。まあいいです。それではそこに入れる飲み物についてですが。そこじゃ。ん？そこにこそ我が一番隊の特製抹茶を。入れませんよ。今流行りのコラボレーション。入れませんってば、帰ってください。ここで引き下がっては総隊長としての貢献に関わる。そんな大げさなこと言っても聞きませんから。8番隊特製花散らし寿司、飲み物付き。飲み物は我が一番隊の未定です。祭りに出店。よし、任しとけ。実は俺は料理が得意なんだ。実はとか取ってつけたような設定はいいですから、とりあえず簡単におにぎりでもお願いします。どうだ。普通ですね。何かもっとこう久々さんらしさが欲しいところですね。俺らしさってなんだ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 。じゃあとりあえず69って入れときます。はい、次。9番隊特製握り飯、旗付き。やっぱりいまいちですね。大ちゃん、かき氷なんてのはどで、どこ映してんのよ。それ見ろ、怒られたじゃねえか。おめえが取れって言ったんだろう。大ちゃん、かき氷ってのはどうですか。本気か。その祭り冬なんだろ。あら、それじゃ隊長、氷出す以外に何か芸あるんですか。芸？いや、ねえけど。そうだ、いろんなシロップ作っていろいろ出しましょう。私は色的にグレープかな。隊長はメロンソーダですね。どっから来たんだその色は。レンジのオレンジ、イチゴのストロベリー。色的には逆じゃねえか。つうか黒崎は御帝隊じゃねえ。ソイホン隊長はハニーレモンでしょ。浮き竹隊長はウジキンとき、口木隊長はミザレで、ザラキ隊長はいっそトマトケチャップで。全部決まったら呼んでくれ。隊長の体から絞り出した氷を堪能させてあげる。誤解されるような宣伝すんじゃねえ。みたらし団子。こうやってね、ケンちゃんの人形に刺して売るの。いやいや、売れないっすよ、そりゃ。嫌ならツルリンの頭に刺して売ろうか。これでいきましょう。リクエストがあればツルリンの頭にも刺すよ。やられつってんじゃろ。我が12番隊はこれを出品しようじゃないかね。毒キャンディ。1、飴の中に毒を混ぜておいたよ。味はリンゴ味だよ。さすがです、マイリ様。2、効きが悪くても中に入ってるラムネが追い打ちをかけるよ。なんとも食欲をそそるペイントだね。味はリンゴ味だよ。素晴らしいです、マイリ様。3、それでダメでも棒が毒ガムになってるから、これでとどめだよ。味はリンゴ味だよ。最高です、マイリ様。これで祭りの客どもも一網打尽だよ。完璧です、マイリ様。おい、ヒョス、
後で材料を食えるもんに差し替えとけ。いいな。12番隊特製毒キャンディーです。イチコロだよ。みんなで写真を撮ってそれを包みにして売り出すのはどうだろう。おお、いいっすね。最高です。13番隊だし。じゃあ早速撮りましょう。じゃあ俺は他のみんなを呼んでくるよ。わかりました。他のみんな、ほらほら並んで並んで。大丈夫、大丈夫。ほらほら前の方に行かなきゃ。チーズ取るのが早い。浮竹すまん。じゃあもう一枚。中身は何がいいと思う。綿飴。そうかそうか、草獅子は綿飴がいいか。じゃあ綿飴にしような。13番隊関係ねー。おい入らないのか。キヨネ、センタロウ。13番隊固定。13隊集合。わたあめいかがでしたか。どの隊も素敵な商品が目白押しですね。さて今回企画いたしましたこの品々、実は今皆様がいらっしゃるこの会場でお求めいただけるものもございます。それでは皆様、私たち五帝十三隊が作りました心づくしの品々、何卒よろしくお願いいたします。え、あれ誰もいねえぞ。おい、イチゴ下見ろ下。え、なんだこれ、なんでテロップ流れてんだよ。まさかこれで終わりじゃねえだろうな、俺たちの出番。